フィリペ・ルイスコと、フィリペ・ルイス・カスミルスキは、ブラジル・サンタ・カタリーナ州、ジャラグアドする出身のサッカー選手、ブラジルセリエへのフラメンゴ所属、ブラジル代表、ポジションはディフェンダー、左サイドバックであるが、左サイドハーフや、左ウィングとして起用されることもある。フィゲーレンセーフシーのユースでは、ウィングとしてプレーしており、 2000年から2002年にかけて57試合で27得点を決めている。2003年にプロデビューし、2004から05シーズンはオランダの AFC アヤックスに移籍した。2005年、スペインのレアルマドリードカスティージャに移籍した。2006年、デポルティーボラ・コルーニャに移籍した。スペイン代表のジョアン・カップデビラがいたために、先発出場は10試合に限られたが、 カプデビラがビジャレアル c f に移籍してからはレギュラーの座を獲得した。2008年6月に5年契約で完全移籍し、2008から09シーズンは38試合すべてにスタメン出場した。2009から10シーズンもレギュラーとして出場していたが、2010年1月23日のアスレティックビルバオ戦で相手 GK のゴルカイライソスと交錯し、右足首を骨折。 脱球する重傷を負った。全治半年の診断が下されたが、ハードなリハビリを重ねて3ヶ月半で復帰を果たし、4月20日に全体練習に復帰し、5月8日の RCD マジョルカ戦で復帰を果たした。チームは11試合未勝利と絶不調だったが、復帰早々チームの決勝点に絡む活躍を見せた。2010年7月23日、アトレティコマドリード、 への移籍が決まった。移籍金は1350万ユーロで、契約期間は4シーズンとなっている。2014年7月16日、イングランドのチェルシー FC に3年契約で移籍することが決まった。2015年7月23日、アトレティコ・マドリードと合意に達したことを発表した。1年ぶりの復帰となった。プレミアリーグでは、適応に苦しみ、わずか1シーズンで、 フルスのアトレティコマドリードへ復帰した2016年1月18日ラスパルマス戦で先制点を挙げて3から0の勝利に貢献している2018から19シーズンは10月7日と28日のビジャレアル戦レアルソシエダ戦と2試合連続ゴールを記録するなどリーグ戦通算27試合に出場しチームのリーグ戦2フィニッシュに貢献した 2018から19シーズン限りでアトレティコ・マドリードとの契約が満了。1年間の契約延長の可能性も噂されたが、最終的に対談が決定した。2019年7月21日、アトレティコ・マドリードの本拠地、ワンダ・メトロポリターノで対談会見を実施した。2019年7月23日、ブラジルセリエへのフラメンゴへの加入が発表された。背番号は16番。 リベルタドーレスカップ決勝にも出場し、リーベルプレートを2から1と下し、1981年以来のカップ優勝に貢献した。2009年8月12日のエストニア戦で、負傷のマルセロに代わって、ブラジル代表に初招集。同年10月15日のワールドカップ予選、ベネズエラ戦で代表デビューを飾った。2010FIFA ワールドカップでは、 予備登録の7名のリストに名を連ねたが、本大会への出場はならず、2015年11月17日のワールドカップ予選、ペルー戦で代表初得点を挙げた。2018年 FIFA フフワールドカップロシア大会では1次リーグ、第3戦セルビア戦において、前半途中けがのマルセロとの交代で出場した。二千十四年のフィリペルイス二千十九年六月十七日、 現在国際 A マッチ44試合2得点デポルティーボ、ラコルーニアトレティコマドリードチェルシ FC、CR フラメンゴブラジル代表、ありがとうございます。